皆さんこんにちは。数多くのトレンディードラマに出演し、バブル期を代表する俳優として活躍した石田純一さん。豪邸や愛車さえ売却した何も残っていない現在や、脳梗塞の真相がヤバすぎる。今日は石田純一さんのことについて紹介します。まずは石田純一さんの経歴とプロフィールから紹介します。石田純一は日本の男性タレント、俳優、 YouTuber、 東京都目黒区出身。血液型は A 型、メロン所属。かつてはスカイコーポレーションに所属していた。1954年1月14日、NHK アナウンサー石田武の長男として東京都目黒区で出生。祖父は中外商業新報記者で、政治部長や参事などを務めた石田武太郎。母親は女学校時代に原爆投下後の広島市に後片付けに入った入試被爆者。4歳までアメリカワシントンで育つ。東京都立青山高等学校を経て、早稲田大学商学部中退。最初の妻の府中市の緑の党社会運動部長星川麻里とは、1970年代に知り合って結婚。1974年、純一が20歳の頃に長男一星が誕生。役者をやりたい純一に対してフップは、子供のために安定した仕事を見つけろ、と怒りを爆発させた。大学在学中、演出家となることを考えた石田は演劇を学ぶためにアメリカに渡った。東洋哲学に傾倒しており、ヒッピー的な思考であったマリとは、このアメリカ滞在中に離婚。帰国後の1978年には大学を中退。演劇集団演の演劇研究所研究生となった。演劇集団演やアクト青山ドラマティックスクールでの下積み生活を経て、1979年に NHK ドラマ「アメリカ物語」で正式にデビューする。当初は石田純の芸名を使用していた。1980年、フープが仕事中突然脳卒中で倒れ、左半身に麻痺が残り、NHK を退職した。フープとの溝を埋められないでいた純一は役者として芽が出ず、合わせる顔がなかった。1984年の昼ドラ、夢追い旅行で純主役で出演し、その名を知られると、1985年から1989年にかけて放送されたクイズ番組、テレビプレイバックにレギュラー回答者に抜擢され、そのルックスと萩本欽一や、ザ・ドリフターズのメンバーにも臆することのない軽快な話術が受け、知名度が上がることとなった。また、1987年には、テレビ朝日の音楽番組、オリジナルコンサートの司会を務めた石田純一さん、ちゃんと生活できてるんですね。よかった、こう語ったのは、お笑いコンビザマミーの酒井隆。2月8日放送の水曜日のダウンタウン内では、毎年恒例、予告ドッキリの一つとして、かつての人気芸能人の自宅がめちゃくちゃ小ぶりという企画を実施。酒井が偽番組のロケで、仕掛け人である石田純一の細長くとても狭い偽の自宅を放れるというもので、ソファとテレビの距離が数十センチ、子供3人と1つのベッドで寝ているなど、5人家族にはあまりにも小さい家で生活している様子だった。このロケがドッキリであったことを知らされると、酒井は冒頭のようにコメント。スタジオで VTR を見ていたゲストの UM48 の渋谷渚は、全体的にめっちゃ面白かったんですけど、石田さんのだけ悲しい気持ちに、とコメント。野生爆弾のクッキーも、怖い番組ですわ、と神妙な様子だった。芸能人でさえも現実かドッキリか判断がつかなかった石田の生活ぶりだが、それもそのはず、ここ数年、石田は自身の行動によって数々の窮地に陥っていた。発端となったのは、新型コロナウイルスが世界的に流行し始め、日本でも初めて緊急事態宣言が発令されていた2020年4月、当時、訪れていた沖縄県のゴルフ場で、石田は新型コロナに感染。一時は生死の境を彷徨うほどの容体に。その後、無事に回復したものの、緊急事態宣言中に沖縄県まで出向き、感染した石田には批判が殺到。その余波で、地上波のレギュラー番組も失うなど大きな痛手を負うことに。
奔放な言動で知られる石田だが、さすがにこれで懲りるかと思いきや、飲み歩く姿がたびたび報じられ、本誌も退院から数週間後の2020年5月下旬と8月中旬に会食する石田の姿を目撃、どちらもヘベレケになるまで飲酒し、さらにはノーマスクで帰路についていた。批判を浴びながらも自分を貫き続ける石田。8月の会食を目撃した数日後、石田に家庭への影響を尋ねたが、離婚はない、妻は怒ってないと思うと顧みる様子はなかった。しかし無反省の代償は大きかった。収入が激減しただけでなく、2020年6月には葉山の別荘を、2021年12月には推定3億円と言われる都内の豪邸を売却したことを本誌は報じている。石田と共にこれまで数々のピンチを共に乗り越えてきた妻の東織子だけに、一連の行動にも寛容でいるのだろうか。しかし決してその心中は穏やかではなかったようだ。石田さんがコロナに感染した際に莉子さんが付きっきりで看病したのに、石田さんはその後飲み歩きばかり。またイメージ悪化で石田さんが仕事を失っただけでなく、莉子さんもゴルフ業界の仕事を全て降板したそうです。当然夫婦仲も次第に悪化していき、石田さんは飲み屋で離婚するかもしれないと不安を漏らすようになったといいます。石田も焦りを感じているようで、2021年12月に本誌の直撃に対して家庭は崩壊しています、はい、家庭も全て崩壊してますから帰ってくださいと激高。また昨年2月にもフライデーのインタビューで、6000万円の収入が吹き飛び、莉子はあまり口を聞いてくれなくなった。子供のお迎えに行ってくれますかとか最低限と語っていた。次第に夫婦のパワーバランスも逆転していくことになり、豪邸を古くから付き合いのある実業家に売却した際、なんと莉子さんに相談せずいいねで売ってしまったそうです。相場の半分ほどの値段だったようで、莉子さんも大激怒。しばらく石田さんとは口も聞かなくなったそうです。また石田さんにはオファーがほとんど来なくなったことで、石田家の家計は莉子さんの収入が支えていると聞いています。立場が逆転した結果なのか、本誌も今年1月下旬にママチャリにマナ娘を乗せて送迎する石田の姿を目撃したばかりだ。2020年4月に新型コロナウイルスに感染して以降、コロナ禍での様々な問題言動でたびたび炎上騒動を起こして仕事が激減。今年3月でレギュラー番組がゼロになる俳優タレントの石田純一さんが、昨年末に推定3億円の豪邸を売却していたことを週刊誌女性自身が報じています。石田純一さんが自宅を売却するとの情報は昨年12月にも女性自身が報じていたのですが、同誌の直撃取材を受けた石田さんは、3億円豪邸の売却について聞かれると、あなたたちに話すことは一生ありません、もう来ないでいただけますか、家庭は崩壊しています、はい、家庭も全て崩壊してますから帰ってくださいとブチギレ激怒していました。それから1ヶ月が経ち、女性自身が取材を進めたところ、3億円豪邸を昨年12月24日に売却したことが判明したといい、石田純一さんの知人は取材に対して、2013年に完成した推定3億円と言われる都内の豪邸を昨年のクリスマスイブに売却しています、購入したのは石田さんと30年来の交流がある友人の経営者 A さんで、石田さんは A さんの会社の監査役も務めています。売却理由の一つとして、長女が4月から有名私立小に進学するためにその近所への引っ越しを検討していたそうです。とはいえ建ててからまだ8年ですし、ローンも1億円以上残っていたと言いますから、急いで売る必要はないと思うのですがと明かしています。また CM を降板したことで6000万円ほど収入が減ったと石田さんもインタビューで語っています。2020年6月には葉山に所有していた別荘も売却していたそうですと語っています。芸能関係者によると、石田純一さんは2017年から出演していたラジオ番組斉藤和美ニュースワイド先取りが3月で終了し、
これによりレギュラー番組はゼロとなり、現時点ではメディアへの単発での出演オファーもほとんどないとしています。石田純一さんをめぐる様々な騒動によって、妻でプロゴルファータレントの東織子さんの仕事にも悪影響が及んでいるそうで、2020年春以降にゴルフ関連の仕事を全て降板したとのことです。このような状況の中で、石田純一さんは女性自身の取材に、家庭も全て崩壊してますから、と語り、その後3億円豪邸を売却していたことが判明し、ネット上では、最初コロナにかかった時、僕はもう感染し、免疫できたから大丈夫、とか言ってたよね。その後、一度かかってもまたかかるし、症状でなくても人にはうつすと分かってからも行動が改まらなかったから、さすがに無理だ、などの声が上がっています。3億円豪邸の売却は、2016年3月に誕生した長女、青葉ちゃんが、小学校に入学することが理由として挙げられていますが、2013年に完成した自宅は、こだわりが詰まった家で、過去に何度もテレビ番組で公開していましたし、石田純一さんの仕事、収入の激減とタイミングが重なっていることから、そうした問題も背景にあるのでは、と考えてしまいます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。